嗨，花虎狼安安。哎，我现在人在科林魁克，就是哪边呢？东边、西边、西边。那今天先去，哎，是不是有协力故事啊？没有 ，Hello，Hello，安安，那今天先去找五娘吧。目前等级最低应该就她这个，这是在杜杜赫赫岛哎。有五娘在队伍里，这个渔村。那要先去酒馆，酒馆在哪儿？哦，我记得上次这边有一个爱猫的妇人 欸，酒馆上面。是说这个旁边呢，这边也有留声机。感觉在这个渔村里面好像有点怪怪的，风格好像不太一样。那今天就先从舞娘哦，已经到第三章了哦，好像是哎。雅格尼亚为了下一个舞台来到了托洛普霍普，期望借由基尔颂的希望之歌带给大家幸福，就是之前他那个小地方。诶，那个本来被找麻烦的酒馆的老板写的歌。ギルさんにもらった希望の歌。思い切って詩をつけるなんて言っちゃったけど。对吼、哦，他有说他要填。いいフレーズってなかなか浮かばないな。旅を続けていればきっと見つかるはず。さあ、ここが次の舞台ね。え、前面好多人。女神様、力をお貸しください。监制、欸、这个监制不知道是什么东西的监制，剧吗？嗯。好像便秘哦。タンジーのバカ力でもびくともしないか。哎，不是，他的蛮力 这个是团长。哎，是说吉塞尔，这个是女的哎。乍看之下还以为是男的，他穿的还蛮帅气的。タンジーのせいだよ。近道しようなんて言うから。感觉他们是一个什么团体，然后都是女团的样子。然后前面那应该是他们的车子吧？然后现在，不算翻车，但是陷在沙地里面。リコが寝坊しなきゃ急ぐ必要なかったんだけど。现在内讧中。ただでさえ船が遅れて押し押しだってのに。そうだ、こうだ。押してダメなら引いてみよう。あ、うん。ちょ、やめ。傻眼。哦，他们是剧团，吉塞尔剧团，吉塞尔就是那个团长。哎，吉塞尔。对。いい即興だ。喜劇はこうでなくては。え、不是、这不是在演出吧？言ってる場合ですか、座長？台車がなきゃ丸腰で舞台に。笑い者になりますよ。感觉这个团有点溜工溜工的。本望だな。
笑顔に勝る宝などない。这个团长有宝种的 feel 哎。私知ってます、ハマった時に抜ける方法。ほんと？っていうかあなた誰？島の人？旅のものです。皆さん丈夫な棒はありますか？他要用杠杆。丈夫な棒。ニコこうだ。これなんてどう？ん？コーダの縦笛じゃない。いいわけないでしょ。不行ね、这个团是在干嘛？なさそうかな。ちょっと待ってて、私が探してきます。这个团的人怪怪的。先要寻找坚固的棒子。诶，团长，团长为什么没有那个地图的技能？诶，那我现在我要去哪里找棒子？在村子里吗？哦，看到了看到了，北边有一个淡淡的绿色。哦，这里。坚固的木刀。诶啊，然后咧？陌生的少女。他讲话也是很保种的感觉。これをこうして、さ、動かしましょう。せーの。哦，起来了。抜けたー！あー、女神様！見知らぬ少女よ、助かったぞ。他的调调真的很保种哎，我傻眼。还是他其实是男的啊？不会吧？田舎じゃ男の子に紛れて泥遊びしてたから。可愛らしいのにやるわね。お嬢ちゃん、名前は？アグネアです。アグネアブリスターニ。ブリスターニ。まあいい。アグネア。心よりお礼を。我らはジゼルザだ。旅芸人をしている。うん。わあ、すごい。いきなり鳩が。他看起来有两把刷子哦，不愧是团长。笑ってくれたな。知っているか？笑顔に勝る宝などない。だから我らは世界中を巡り宝集めをしているのさ。世界の隅まで笑わせる、それがジゼルザの合言葉だ。素敵。私踊り子なんです。スターを目指して旅してます。へえ、いいじゃない。ねえ、
リコ、こうだ。アグネア、夢見る少女よ。スタートはどんな時も人を笑顔にする存在だ。やめる時も、雨の時も、恋する時も。我怎么觉得他讲话有点跳痛？客の前に立ち続けるものだけがたどり着ける高みさ。はい、座長さん。座長、そろそろリハーサルの時間が。楽しい時は一瞬だな。また会おう、夢見るアグネアよ。後で舞台をやるから、よかったら見に来てね。笑顔になること受け合いよ。对吼，这个村子北边是不是有一个小小的舞台啊？是这里吗？世界の隅まで笑わせる。どんな舞台なんだろう。きっといい勉強になりそう。よし、行ってみよう。是说那个团长他刚刚就像最后在讲话要道别干嘛的，也很像那种在舞台上面等于说比较吟唱的方式吧。不过是说宝总真的好看，要看团啊，他们有不同等级的团。那虽然说我之前去看呢，虽然说知道大家都是女的，而且其实他们都稍微有一点年纪，就是主役那种，比较重要角色的，其实都是比较资深的。就你心里有预期说，哦，其实台上全部都是女的，但是他们在演帅气的角色啊，真的很帅气。就是真的会心动的那一种，我就觉得 maybe 因为他们是女生，所以他们更知道说要摆什么样子，就是会让女生喜欢这样。尋問の時間です。どうですか？而且虽然说他们前半场我看的那个前半场是演那个东里见游记，然后后半场是他们自己专属的，就是很华丽的那种歌舞剧。那一开始会想说，哇，这个看他们装扮超夸张，什么羽毛啊，然后闪亮亮的啊。但是其实整个歌曲舞蹈整个放下去的时候，哦，那个气氛一起来真的很好看。不得不说我觉得钱花的还蛮值得的。不灵不灵，对。就是你单看一个人的话，你会觉得就是有点好笑，因为很浮夸。但是整个场所有人一起啊，所有人都带着那个很浮夸的羽毛，然后跳来跳去，你就会觉得哎，其实很好看。但是票很贵啦。我不知道他的弱点是什么啦，等之后用学者再那个吧。但宝总其实也不常来台湾，他们表演是有时候微秀会有那个什么同步直播，会有同步直播的票。但是那个票通常一卖没有多久就会卖完，反正就是很夯啊。哦，这边那个舞台水上剧场，我不少网友是宝总粉，超迷恋。
我之前看的那个是星组，星星的星，然后他们的那个主义后来已经退休了。我才看完那一场，好像没有看完他没多久，好像他就退休了，就是他就离开宝冢了。他们又怎么了？どうしましょう。目を離した私が悪かった。油断したわ。他们怎么那么溜工啊？捕まえるの大変なのに。あら、アグネアちゃん。どうしたんですか、皆さん。舞台は？それが逃げちゃって。什么东西活的吗？逃げたって。哦，鸽子。さっきの鳩？大変。私も探すの手伝います。違うの。逃げたのは。座長よ。哈 ？What？ 哎、欸，不是。这个真的。这个真的出乎我意料。どういうこと？ですか？本番前になるとたまに打たれ弱いとこがあってね。没想到团长的抗压性这么差哦，笑死！連れ戻さなきゃ主役不在になるわ。あ、女神様！丹治さん、私にも手伝わせて。座長さんに何があったかはわからないけど、集まってくれるお客さんのために座長さんを探しましょう。アグネアちゃん、ありがとう。ありがとう。所以团长会跑到哪里去呢？傻眼呢。感觉他应该身经百战吧，怎么会？而且这个又不是那种什么很豪华的设备，很厉害的那种大剧场。欸，他跑到哪里去？他是不是跑到海外面啊？跑到那个岛上吗？好扯。啊，看到了，他缩在那个岸边，傻眼，搞什么自闭呀？座長さん、こんなところにいた。夢見るアグネアか。急にいなくなって何があったんですか？消えたんだ。ん？口上のセリフが。リハーサルでな。急に頭が真っ白になって。あれが本番だったらと思うと、そっとする。团长不知道几岁。前にも何度かあった。その度に逃げたんだ。もう舞台には立てない。私の芸人人生は終末。他超级消沉的耶，傻眼。座長さん、舞台を楽しみに来たお客さんはどうなるんですか？海はいい。啊，大海很棒。悩みも苦しみも何もない。可是大海会有狂风暴雨啊。心地いいだろう。何者にも干渉されず。ああ、願わくば。ええ。海の底で静かに眠りたい。这个发言有点危险ね。かい。なりたい。他是不是有那种躁郁症啊？就是嗨的时候会很嗨，然后一下子又会突然消沉下去。
诱惑，要诱惑他。欸，他蛮强的欸，他强度是5欸。西德言舞曲，哇，座長さん、会になりたいって。旁边沙滩上有贝壳。何言ってんだべ。だべ。他乡音跑出来了。辛いこともある。当たり前だべ。でも目の前の人は何があっても幸せにする。それが私たちの存在意義だべよ。その足ボロボロではないか。何度も豆を作っては潰した指先、まさにたゆまぬ努力の結晶。他怎么注意到人家的脚啦？君はその年でどれほどの苦労。所以他刚才跳的时候，他都一直在注意他的脚趾头。こんなの何でもない。ずっと踊ってきただけ。目の前の誰かのために。ジゼル、前を向くんだべ。セリフが消えたらまた覚えればいいべ。自分を信じて、努力して、技を磨く。哇，他突然感觉非常有说服力耶。どんな時もみんなを幸せにする、それがスター。つまずいたって踊り続けるんだべ。つまずいたって踊り続ける。さあ、殻から出るのよ、ジゼル。他刚刚说想要变成贝壳嘛，然后现在是叫他走出他的保护壳。あなたは貝じゃない。光り輝く真珠よ。みんなに届けるの。あなたの輝きを。雅格尼亚很会安慰人呢。阿格尼亚就是很会给人打气。やろう。もう一度。踊ってみよう。うん。一緒に行きましょう。哎，终于搞定了。哦，开始表演了。世界の隅から隅まで馬車を借り、今宵たどり着いたはトロップホップ。皆様の心に咲かせましょう、笑顔という花を。世界の隅まで笑わせる、我らはジゼルザ。よかった。アグネアちゃんのおかげよ。台車のみならず、座長まで正しい道に戻してくれた。倒回正途、好吧。ごめんなさい。ちょっと熱くなりすぎました。座長さんを呼び捨てにしちゃったし。いいって、そんなこと。感謝しかないよ。あの人はいい芝居するでしょう。はい、とっても。座長はあの逃げ癖のせいで劇団を転々としてたの。ああ、
可是现在这个剧团应该是算是他自己创的吧，因为是他的名字啊。でも舞台に立ちさえすれば誰より輝くのよ。ねえアグネアちゃん、どんな魔法を使ったの？就是把他骂了一顿。今夜の座長は今までで一番輝いてるわ。ああ、女神様。今日という日に感謝いたします。ありがとう、とびっきりの笑顔ありがとう。さて皆さんに紹介した。ここまで私を導いてくれた恩人、旅の踊り子阿格尼亚的，顺便要 Q 一下他，所以是 Feat 雅格尼亚吗？出番みたいよ、スターさん。可是这个舞台好像没有配乐。一曲披露してもらおう。よし。さあ、みんな踊るわよ。所以很干的自己在上面跳吗？这首应该就要派出那个留声机呀。今宵の成功、そして我が心の師アグネアに。他讲话一定要这样子吗？心灵导师。心の？君ならきっと世界中を幸せにできるだろう。そうですかね。同感です。この子はきっとスターになる。って言ったら、あなたに全てを捧げるトルシネア。アグネアならドルシネアにも引けを取らない。人を幸せにする才能は本物だ。そんな褒めても何も出ねっから。私たちも負けてられないわ。もっと練習しましょう。なんたって次の舞台は大舞踏祭なんだから。大舞会祭よ。那包是在哪里？大舞会祭。大舞踏祭？東大陸最大の祭典よ。東大陸。世界中から芸人や踊り子が集まるの。哦，全世界的艺人和舞娘都会齐聚一堂。是要 battle 的意思吗？そこへ立つのは芸に生きる者の最高の栄誉よ。わあ、素敵。よし、決めたわ。私もそれを目指す。アグネアちゃんも？なんか感じたんです。私が目指すスターの道がそこにある気がする。だったら行くきゃ。内緒内緒。那两个感觉是比较年轻的团员，很捧场欸。アグネアブリスター。思い出したぞ、かつての西大陸のスタークワニー・ブリスターニと同じ仮名だ。は、母をご存知なんですか？そうか、君は彼女の娘だったか。以前工業で西大陸のサイという町を訪れた時に聞いた話なんだが、そこで彼女は20年ほど前に踊り子として活躍していたそうだ。やはり皆に愛されていたと聞いた。
君と同じように。嗯，居然说他妈妈像他一样，这讲法怪怪的。母さんがいた町。私も行ってみたい。母さんの思い出が残る町に。今年の大舞踏祭まではまだ日がある。啊，剩几天而已。这么快？先にそちらに行ってみるのもいいかもしれない。ええ、そうします。教えてくれてありがとう、座長さん。可是像他半路才听到这个什么大舞会祭，那，来得及报名吗？啊，他有准备什么表演节目吗？还是我想太多了？アグネア、私は君にくじけない心をもらった。だが私は君に何を与えられたのだろうか。座長さん、私ももらったよ。みんなからも。うん、还要选哦。心灵相通的伙伴，笑容的重要，定下的志向。心灵相通，心灵相通好像有点太 over 了哎。才认识几天而已。笑容的重要哦。そうか。それならよかった。アグネア、君の旅に幸あれ。何があろうと笑っていよう。そうすれば幸せがやってくる。他有灵感的吗？それ歌にしてもいいですか？光栄だ。座長、準備できました。それじゃあお別れね、アグネアちゃん。女神様の祝福がありますように。じゃあねアグネア、元気でね、ジゼル座の皆さん。次に会う時は大舞踏祭ね。ああ、胸が踊るな。踊りすぎて逃げないでくださいよ座長。等一下、压力一累积又想要跑了。心配するな。私はもうどこへも逃げ。其实我觉得逃避也不是什么坏事啦。逃避虽然可耻，但是很有用啊。但是像他这种要表演的这样子的活动就不太好了。つまずいても踊り続けるさ。だろ、アグネア。雅格尼亚的 BGM 就是非常的正向，充满希望。雅格尼亚找到了新的目标，那就是参加大舞会祭。他要迈进的巨星之路似乎就在那里。遇见吉塞尔剧团之后，雅格尼亚在希望之歌写下新的歌词，启程前往有母亲回忆的城镇。是要去那个吧，什么赛伊的。第三章结束。欸，他的章节好 peace 哦，没有打怪耶。赛伊我记得是西边嘛，对吗？这里丙午地区。那接下来要去找谁呢？我记得有一个24集的啊，神官哦，神官第三章。现在还有人的第二章还没解吗？哎，有哎，猎人，但是猎人的第二章，猎人第二章应该有三篇。哇，他这个为什么要37集啊？哦，那个。药师的第二章，哎，药师的第二章，药师我之前不是有解，
它是有不同的篇幅，看一下。哦，它有赛一篇跟另一个一样，都是第二章。所以其实严格讲起来，他们的章节其实都不太一样，就是有人章节可能会有不同篇，那有人章节可能就是单一章这样子。那神官的神官第二章，哦对，神官第二章解了。那我想想看，我先去解谁，药师好了。神官是第三章吗？好，先去解药师的。他之前有稍微想起一些他的事情吗？就那个什么药师团的，而且他是团长。药师要换谁呢？雅格尼亚换掉。好，那就第二章温特布鲁篇。为了找回失去的记忆，卡斯蒂来到医疗日志上提到的地点温特布鲁。这里的居民似乎都认识卡斯蒂哦。哦，好多小朋友。ここがウィンターブルーム。医療日誌によると、この町に来たことがあるみたい。冰天雪地的地方。記憶にはないけど、なんだかホッとする。おやおや、まあまあ。キャスティ先生じゃないか。好激动哦。傻眼。何の騒ぎだ。帰ってきたんだよ、キャスティ先生が。キャスティ先生。但他穿的衣服都好像哦。みんな待っていたよ。哇，在这边怎么那么受欢迎呢？ご存知なのですか？何言ってんのさ、恩人を忘れるもんかい。ごめんなさい、私記憶をなくして。この町に来たら何か思い出せると思って。だったら、俺らに何でも聞いてくれよ。哇，终于来到一个受欢迎的地方。以前被卡斯蒂医生医治过的女性艾尔药师团造访这座城镇的时候，卡斯蒂发现她罹患了恶性肿瘤。那因为及早治疗，所以她的病情没有大碍。ありがとう。看起来好像不是什么重要的资讯。费心尽力照顾母亲的女性。哦，这位已经是老妇人了，然后还费尽心力照顾她的母亲。多亏卡斯蒂给了有用的建议，而重新振作，顺利陪母亲走完最后一程。现在则是将卡斯蒂的建议传达给照料病人的人们。ありがとう。不过照护真的是一件劳心劳力的事情，而且如果你要照护长期照护你的家属的话，变成你也没有办法工作，
就收入，就是收入会减少，然后时间也会，就时间也会被用掉。青年哦，以前因为没有理会轻伤，导致伤势严重到必须卧床静养，在命悬一线的时候被卡斯蒂救了性命。哎，不要忌讳吉医啊。皆さん、ありがとう。乍看之下分不清谁是谁。对啊，看起来像他们都是一家人呢。先生に聞かれると何でも喋っちまうぜ。でも先生のことはローサ様が一番知ってるよ。ローサ様？罗莎大人，罗莎听起来是女的。Hello, hello, Patrick, Kevin, 安安。この町の領主様さ、啊、領主。この町の北西にあるよ。所以这边的领主也认识他。哦，大房子。ご親切にありがとう。早速行ってみるわ。药师好正直哦。管家莉莉，看起来他也是认识他的。まあ、これはこれはキャスティ様。この人も私のことを知ってる。他在这边超有名的。突然失礼します。ローサ様にお会いしたく。町の者からも聞いております。ささ、どうぞ中へ。豪宅，豪宅啊！是不是之前那个房间里面有一个看起来生病的女性？果然，天哪！领主的身体怎么这么差？啊，どうかそのままで。ローサ様、ローサでいいわ、以前のように。記憶をなくしてしまったそうね。それより薬を。大丈夫、薬ならあるわ。この薬を作ってくれたのがあなただったのよ。为什么一村人都是病患？这地方风水不好。可能气候也有关吧。私が maybe 日照很少之类的。富士の病にかかり、何人もの薬師が差しを投げた。でもあなたは違った。命の恩人よ。そうだったの。聞かせてくれてありがとう。少し見ていいかしら。这样听起来，感觉以前他们这个那个药师团，可能是长时间待在这里哦。症状が出ている。このままでは一月とも足らない。不然，如果只是蜻蜓点水经过这里的话，应该不会整个村子的人都知道，就都认识他吧。でも、もう少しだけ生きていたいの。ローサ。嗯。お母様、薬を持ってきたわ。小朋友、他女儿。キャスティ、
然后他女儿直接叫他名字。お久しぶりです。ローサの娘、メリアよ。今でも毎日薬草園から薬を取ってきているわ。薬草園？キャスティが作ってくれたのよ。お母様のために。今のローサに合った薬が作れるかもしれない。薬草園を見てもいいかしら？ええ、もちろん。薬草園は屋敷の脇よ。先に行って鍵を開けてるわね。ローサ、ゆっくり休んでいて。キャスティ様、ローサ様のご容体は？正直に言うけど、長くはないわ。でも必死に生きてる。かろうじてつなぎ止めるように。ローサ様がご無理をなさるのは家督のためでしょう。哦，是说如果他走了要谁来接？メリア様は11歳12歳になると継承権があります。就算满12歳也还是小朋友吧。しかしその前にローサ様が亡くなると継承権は別の親族に移ります。哦，ローサはメリアに家督を継がせたい。だからメリアが12歳になるまで生きようと。12歳的时候我在干嘛？私が薬を作ってみるわ、羊さん。12歳才要升国中ね。先要去药草园，说是在隔壁。欸，是这里吗？哦，是一个像温室的地方。那外面有雪人欸。在追电视剧。十二岁好像真的没干嘛欸。因为那时候国中不用考嘛，所以也没在念书。よく育っているわね。キャスティに教わった通りお手入れしてるから。メリアはお母さん思いね。能干ね。お母さんに薬を作りたいの。いくつかもらってもいい？もちろんよ。ローサの衰弱は進行して麻痺が出始めている。あの薬草の方が効果があるわね。ウロシズメの葉、スノーグラス、正虚叶、雪草、それにブラッドベリーの実ね。血梅果实。場所を聞いてみましょう。啊，你们要考哦？你说国小考要考国中？哦，现在废除了，考完试就开始疯狂追电视剧，正常啦。像我国中考高中，跟高中考大学，因为我们要考两次嘛，我都是第一次就上了，后面那大概两三个月，整个就是废到不行啊。谁要念书啊？ありがとう。お。以前谁要念书，现在谁要工作？真的，我的梦想就是不工作。也不是说，也不是说讨厌工作啦。ありがとう、メリア。就是想要做自己想做的事情。ねえ、キャスティ、お母様はもうすぐ死んでしまうの？薬
薬師として嘘はつけない。ごめんなさいね。いいえ、ありがとう。覚悟はしていたわ。ずっとお母様のそばにいたから。好早熟。お母様は病気になっても町のことを何より考えているわ。私がその後を継いでお母様を安心させてあげたい。でも早く12歳にならないと。ごめんなさい、私ったらこんな話。いいのよメリア、あなたの願いは私が叶える。さあ一緒に薬を届けに行きましょう。不过现在，我现在的工作是还蛮愉快的啦，就是不会有做不完的事情，然后上班大部分时间就是听同事讲干话这样。诶，旁边的是？该不会是亲戚吧？失礼しちゃうな。見舞いに来てやったのに。おや、こないだより悪くなってるんじゃないか。いい加減楽になりなよ。僕に家督を譲ってさ。哇塞，这种，这种话是自己讲的吗？誰だ？キャスティよ。ご存知ないかしら。キャスティ？あ、思い出した。お前はエイル薬師団の。欸，他的態度好像不太一樣欸，就是跟這個城鎮的其他人好像不太一樣。薬を作ったって無駄だぞ。どうせローサーも。欸，造口業。グレッグ。それ以上の無礼は許さないわ。而且人家女兒在這裡，你把他拜託欸。なんだよいきなり。お話があるなら当主の名代として私が聞きます。哇塞，欸，他女儿很有种欸，他超有guts的，直接跟他杠上欸，他不会因为说自己是小孩子就是好像比较弱势一样。哇塞，这个个性很适合当领主。工作环境真的很重要，没错，就真的有差啦。就那个上班，如果你真的都很紧绷，就是如果一直压力很大，然后充满各种情绪的话，我觉得真的对身体很不健康。人家不是普通的12岁小孩，对，他没在怕的欸。睨むなよ。今日のところは帰ってやるよ。很弱欸，你还想当什么领主？僕は大事な客人だろ。下去领便当了。見送りくらいしてくれよな。わかったわ。私がして差し上げます。哇，我亲自送你。メリア様。いいから、私に任せて。感觉他也是。なんでこんな時に来るんだよ。就是他女儿也是怎么讲，想要表现的够成熟吧，就可能也不想让他妈妈担心。就是如果他可以很好的处理这些事情，这样他妈也比较没有牵挂吧。ごめんなさい。グレッグは私のおいでね。啊，侄子，所以他们两个是同一辈的哦。屁啦，刚刚那个人看起来年纪有点大欸。悪い子ではないのだけど、この町を変えたいと考えてるの。でも、あの子のやり方は強引で。だから、メリアに家督を。
好懂事稳重的孩子，没错。少し疲れたみたい。可能环境也是逼迫他赶快长大吧。ローサ、新しい薬を作ったの。今用意するから。我上次才听到我们老板讲他的故事，就用那个吃午餐的时候闲聊了。他16岁的时候，就是家里有一些变故，然后反正他的家长就跑了，反正就是他要想办法自己活下来，然后他就开始出去工作。我们听到我们都傻眼，因为老板只大我一岁而已。我想说，干，如果16岁丢我一个人要我自己想办法活下去，我真的会死欸。不过他还有哥哥跟妹妹啦，那他妹妹更小嘛，等于说他跟他哥比较大一点，应该也是大学生了，就那个时候，反正就是他们两个想办法赚钱，然后把妹妹寄在亲戚那里。我听到我觉得真的超佩服的。就难怪我觉得他有时候就是做很多事情他都怎么讲，心脏很大颗，就觉得做了再说，就没在怕的。像我就会想很多，我就觉得啊，这样好吗？真的要这样吗？啊，这样不会怎么样怎么样吗？就是想很多，然后最后自己打退堂鼓。これを飲んで。我是1986啊，1986年，16岁在干嘛？在追星，救命哦！而且其实台湾合法可以工作应该是18岁，所以16岁其实你要找工作，他就是算是童工吗？反正其实就是不算合法啦。就但是那个年代，一二十年，大概二十几年前，那个时候应该比较多，就私底下给钱的这样子。ありがとう、キャスティ。だいぶ楽になったわ。あとはゆっくり休んで。眠れば薬の効きも良くなるから。我还在耍废的时候，他已经自立，真的，我是超佩服的。欸，我16岁，我真的叫我工作的话，我真的不知道我能干嘛欸，超废的，也没有一技之长。看来这边我最小。你18岁吗？欸，你该不会未成年吧？16岁活不下去加一，真的。欸，他声音越来越小了，听起来有点恐怖欸。キャスティ様，我记得上次有个念高中的妹妹，对啊对啊，他好像不知道剩一年吧，一年还两年，很快啦。屋敷の前にこの手紙が。哈？手紙？欸，为什么要找药师讨论？薬師へメリアを誘拐した。啊？返してほしければ、一人で盗賊街の酒場に来い。哈？我看不懂欸，为什么要药师去？药师跟他们的权力又没有关系。これは我都叫虎蘭了，怎么可能16？人渣，人渣。探しましたが、メリア様の姿はありません。而且他跟他是同辈的亲戚耶。なんてことに。羊さん、盗賊街の酒場って？盗贼街的酒馆。町の北側ですが。
あの辺りは危険です。不要小看旅行药师哦。まさか。メリアは私が助けに行く。しかし、ローサのそばにいてあげて。大丈夫。私なら心配いらないわ。ギャスティさん。而且药师不只能做药，还能做毒哎。要确定哎。确定要惹药师。那小孩叫梅里亚，好出息。害怕失去记忆。但是我觉得失去记忆是一个很抽象的讲法，就是你失去记忆是失去多少部分的记忆？你会忘记自己的习惯吗？你会忘记要怎么生活吗？就是我觉得讲失去记忆其实不是一个很严谨的说法。我同学转学生一转来班上第一天上课报道完就翘课去打工，哈哈。可能有些人必须要这样吧。像以前我大学的时候，我也有同学他只要一不打工他就会没饭吃的那一种，就他可能只要一个礼拜少了一个礼拜工作，他那可能就没饭吃了。哦，要去北边，我先去存个档好了，应该不用回血，存档在门口。国中的时候，哈，我记得我大概国中的时候啊，看到那种小吃店争工读生，好像时薪好像是60几块台币。听说是完全失去一段时间的记忆，停留在某一年，这样自理能力还是 OK 的。就我觉得失去记忆不知道耶，可能没有经验吧。但是现在很容易下一秒忘记上一秒要干嘛。哎，哎，不是这一边哦，酒馆。我们以前也会偷打零工，放假的时候。但是我觉得，我不知道哎，我以前找我家附近，我觉得那种想要短期打零工，就没人想要短期的，没人想要雇短期的，根本就找不到。我常常下一秒就忘了之前的事情，这代表我们该吃一点银杏补脑，真的。我现在人家一讲什么，我真的是要立马，就是立刻当下把它记下来，不然真的等一下就忘记。啊，哎，梅里亚，不是啊，其他人呢？おっと、それ以上近づくなよ。嗯。不是啊，他那么远，然后。メリアに何をしたの？少し薬で眠ってもらっただけだよ。僕さ、暴力って嫌いなんだ。我更要补眼睛，吃那个啊叶黄素。叶黄素我有在吃。こんな真似をして、私に一体何を望んでいるの？簡単なことだよ。ローサの治療をやめてこの町を出て行ってほしいのさ。这样跟直接去杀掉罗莎意思不是一样的吗？あなた、そうまでして家督を。是不是觉得这样子感觉罪恶感比较少啊？僕はね、クロックバンクのようにこの町をすっごい町にしたいんだよ。啊，克罗班克是哪里？でもローサは頭が固くて。
全然話を聞いちゃくれない。だから僕が領主になれば町を変えられると思ってね。ローサは今も必死で病気と戦っているのよ。他这么想当，他要不要直接当面在罗莎面前说你去死一死好了？没种嘛。だからだよ。悪化する前に僕に家督を譲って休めばいい。は、好好养病。そう説得してるんだ。だから今は邪魔しないでくれよ。不是啊，欸，他不要人家治疗他，然后又说要让罗莎好好养病，这是什么意思？我看不懂欸。那脑子要不要补一下？君が黙って出て行ってくれれば、メリアはちゃんと返すよ。我觉得后面盗贼应该也看不惯他这种人，就是很相怨呢，就很相怨，就是什么都想要。要するにこの女追っ払えばいいんだろ？もっと手っ取り早い方法があるぜ、お坊ちゃんよ。你看人家根本就也看不起他这个大少爷。何する気だ？女次第だぜ。金を取られたいか、命を取られたいか。やめろ！立ってるだけでいいって言ったろ？欸，真的很孬欸，我天哪！あなたたち。今すぐ出て行けば見逃してあげるわ。要是要是也唠狠话了，天哪！出て行くのはあんたの方だ。金目のものを置いてな。メリー、待っててね。盗贼这个姿势是什么意思？吃那个太慢。又去的够把酒哦。人渣啦，伪君子。辻さん。啊，对吼，队伍里没有那个，没有学者。我靠！さて、欸，都不是要害呀，好烦哦。パルタティ。傷を癒やしてます。ナイス、テメラス。掃除する。闇夜は怖いな。どうしようかしら。つむじ風、ここね。よっしゃ。しっかり働いてもらうぜ。よっ、親分。うん。どうだ。啊，这个学者的技能没有学到那个，没有学到看破弱点。私のもう大丈夫。ありがとうさん、キャスティ。行くよお前たち。ガッテンガッテン。うん。ガッテン承知。うん、看起来不太妙哦。行くよ。行きますか。させません。
よっ、青山お姉ちゃんしろ。我靠，信じてましたよ。超痛的，哇塞，天哪！もう大丈夫。してくれたね。マジか。どかんじゃ。傷を癒した。好凶哦，超凶。重点是，我还是没找到他们的弱点，好烦。枪不是，那这个是吗？弓。やれやれ。くらいなさい。失礼。哈，他可以把他唤醒。What？欸，这个盗贼有点凶。嗯。ここよ。掃除する。氷を当たり行くよ。氷を切り裂け。行きますか。傷を癒したのにありがとうさん。行くわよ。冷やしておくわ。ごめんなさいね。お疲れさん、キャスティ。不行，好贵。痛いところをつきまし、ブラボー。さあ、氷を切り裂け。私の番ね。欸，他们的血好厚哦，打到现在他们还是白色的字，欸，白色的名字。無理は禁物ね。いいでしょう。傷を癒したの。ごめんなさいね、てめえの。掃除する。氷を切り裂け。いけない。こっからだ。しっかり働いてもらうぜ。行くよお前たち。哦，又来了。ガッテンガッテン。我觉得这个队伍配置不是很好。出番か。やってやるよ。氷を切り裂け。掃除するか。氷を切り裂け。やったな。行くぜ。
ジックスティールロッド。お願いしろ。くそ。やめんな。やってやるぜ。傷を癒した。ごめんなさいね。私の番ね。もう大丈夫。ありがとう、キャスティ。やれやれ。うん、赤よ、力を。やっ。なりくりは得意なの。これでよし、うん、いいでしょう。くらいなさい。いいですね。能在回合最后再次行动，好，我要给谁？セカシンエルフリック。行くよ。氷を切り裂け。私の番ね。もう大丈夫。よっしゃ。幸運の矢。禁物ね。これは私の番ね。いい薬があるわ。さて、悪いけど本気出すか。ライフスティールダガー。さてと。大丈夫。追い抜きます。出番か。蛇は素早いよ。そう、行くよ。よっ、親分。よっしゃ。傷を癒した。いいでしょう。うん、ほらほら。どうしようかしら。やった。私の番ね。突撃弾。どうしようかしら。
無理は禁物ね。行きますか。有点想重来，好慢哦。かかってきな。どかんじゃ。出番か。还是重新打过，对啊，但是现在逃不掉，要等他打，等他把我打爆好了。ライフスキルだが、行くわよ。感觉要换猎人吧，换猎人跟那个学者。给我可能会直接关游戏。对啊。なんてこと。いいでしょう。确实，哎，这个好像是24嘛，建议等级24，但是另外两个角色等级有点低。それ、行くよお前たち。啊，来了来了。ガッテンガッテン。こっからだ。ふ。よし、どうですか？おねんねしな。我怎么觉得他的威力好像变弱了？ソローネ君。はい。どうし。えい、それ。よし。行くぞ。私の番ね。はっ。そこ。やろう。こっからだ。まずよ。ほらほら。どうだい。スクライナ。你打这么久，他们的名字还是白的哎。行くわよ。感觉血量真的没有减很多哎。このままじゃ。や！行くよお前たち。还来呀、啊？不是他剩一点点血而已。宵夜买回来了还没打完，对。重新来啊，好烦哦、喔！我要换人。おねんねしな。打太久了。哎，我现在什么状况？我要去盗贼街。哎，等一下，不是我，我忘记换人，差点。建议等级24嘛，那那个盗贼跟商人都只有20。我觉得他中间跳的有点多哎、欸，就是上一个是谁的20嘛，舞娘是20，建议等级20，然后再来就跳到24。猎人好了，弓箭。
欧修特好单纯哦。善意的谎言吧，就像有人问说，你觉得我今天这套衣服好看吗？就不要想太多，就说很适合对方就好了，就一旦犹豫就会伤感情。我看一下副职业，欧修特没有副职业，给他装一下，装个，我看一下要装什么，神官吗？还是学者？盗贼？盗贼？神官的好像没什么用，盗贼好了。好，今天就把这场打完。どうしようかしら。冷やしておくわ。今よ。プランを。氷よ、切りを買ってきた。いいでしょう。傷を癒したの。助かったな。来た来た。ガルロロロロロロ。腹ペコだ。私の獲物だ。ガオ。さて。氷よ、切り裂け。さて。冷やしておくわ。ごめんなさいね。どうだい。どうしようかしら。いい薬があるわ。氷よ、切り裂け。さあ、行こう。さて、傷を癒したの。行くよ、お前たち。ガッテンガッテン。行きますか。行きますか。ハゴがあらんことを。来た来た。
お願いしな。炎は弱点だ。私の番ね。冷やしておくわね。さあ、はっ、あとー。傷を癒やしたの。ありがとう。思考回復。氷よ、切り裂け。行くわよ。もう大丈夫。さすがです、キャスティ。よっ、親分。私の獲物だ。やるじゃない。いや。傷を癒やしたの。氷よ、切り裂け。にゃお。ほよ。ほ。よし。行きますか。罪をあがないなさい。どうですか。思考は研究の粋を見せてやる。私の番ね。アラリオス、行くわよ。私の獲物だ。止めよう。氷よ、キプラン通りだ。どうだい。さて、やっ。やれやれ。傷を癒やしたのさ。来た来た。ガロロロロロロロ。さあ、行こう。さて、さすがね。それ。行きますか。よっ、親分。思考開始。
ブラボー。おっ、傷を癒やしたのに。ありがとう。私の番ね。突撃弾。来た来た。よっしゃ。さて。あら領事、行くわよ。さてと。羊さん。さて、オーリオ、切り裂け。さあ、行こう。急いで。いいでしょう。マジックスティールロッド。私の どうしようかしら。救いの手を。お薬の時間ね。行くよお前たち。ガッテンガッテン。咦，这个好难哦。欸，有啦，第一个他的名字终于变成黄色的。不然我扛。以上的。やれやれ。さっき。はっや。行きますか。祈るなら今ですよ。ほらほら。私の。一回で。どうしようかしら。冷やしておくわね。思考開始。オーリオ、切り破壊したぞ。这真的有难打、是不是？オズバルド。傷を癒やしたの。ごめんなさいね、テメノス。さて。オーリオ、切り破壊通りだ。来た。而且他们如果那个盗贼他晕了，然后他前面两个小的才晕，他的那个弱点不会解除，欸，有够靠背的。这什么设定啊。嗯，行くわよ。
突撃弾。哎哎哎，克制一点啊。プランを考えねば。氷よ、切り裂け。私行く。アラリオス、行くわよ。さてと、傷を癒したのか。ありがとう。私の獲物だ。どうしようかしら。冷やしておくわ。今よ。正気。研究の粋を見せてやる。氷よ、切り裂け。さあ、行こう。傷を癒やしたの。ごめんなさいね、テメノス。思考開始。氷よ、切り裂け。さて、ふっ。えいっ、取る。よっ。うん。凶。いいでしょう。傷を癒やしたのか。プランを考えねば。あ、行くよ、お前たち。合点合点合点承知。行くわよ。もう大丈夫。師匠に怒られる。行きますか。罪をあがないなさい。どうですか。ほよ。一方で今だ。さて、さて、氷よ、切り裂け。おねんねしな。あれ、氷よ、切り裂け。さてと、傷を癒やしたの。礼を言う。よし、行くわよ。もう大丈夫。キャッピー。君子报仇不晚，等四十等再来。这个四十等有点久啊。私の獲物だ。いいでしょう。このお、
氷よ、切り裂け。どうしようかしら。もう大丈夫。现在这个没有程式可以修改，不然改个等级或是经验值，练等就很快。现在感觉比较没有在这样做了吧，顶多是说找什么游戏的 bug 之类的。愛を求めよう。さすがカリクリは得意。これでよし。状況は好転する。さて研究の推移を見せてやる。氷よ、切り裂け。さあ行こう。ガルロロロロロロガルガルガル。私の番ね。さてと、どうだい。行きますか。お、这个。傷を癒した。助かったわ。来た来た。一杯で。现在都是让你氪金强化装备武器的手游，没错。どうしようかしら。やっそれ。あ、無心の太刀。靠，ミス！我傻眼。ミス真的太靠北了啦。很多陷阱，当像这样打不过的，真的会让你想花钱强化。那应该就是怎么讲，人性的弱点吗？スティールロッド。ジャック。もう大丈夫。もう一丁。ブランカー。
炎よ、燃えろ。さあ、さて、炎よ、燃えろ。まずいですね、傷を癒したのに。礼を言う。どうだい、テムノス、救いの手よ。お薬の時間ね。さすがです、キャスティ。炎よ、燃えろ。いいでしょう。羊さん、行くわよ。これでよし。来た来た、行っといで。テメノス、行っといで。今だ。止めよう、炎よ、終わりだ。私の番ね。冷やしておくわね。まずいですね、傷を癒やしたのに。テメノス、プランを考えねば。氷よ、切り裂け。あ、打了半小时多吗？应该没有了。アラリオジ、行くわよ。私の…アカラ、おお、終于啊。飯にしよう、飯。感觉应该要好好的跑地图升一下级，尤其我的那个角色的，就是级别的差距有点大，这样会让我想弃坑。不过。我可こんなつもりじゃ。哦，对哦，我都忘了还有他哎。私にあなたを裁く権利はないわ。だから自分が何をしてしまったのかしっかり反省してローサと話をなさい。メリア、怪我はない？哦，你喜欢用等级碾压？其实应该说就好好的练等吧。大丈夫よ。ありがとう、キャスティ。さあ、帰りましょう。お母さんが待ってるわ。诶，他妈妈应该不知道这件事吧？刚刚是管家把药师叫出去才讲。ありがとう、キャスティ。怕他病情加重诶。お礼には及ばないわ。当然のことをしたまでよ。さあ、薬を飲んで。今度は安心して休む。又要吃药？不是啊，他刚刚不是吃了他的那个会睡觉的药吗？但根本睡不好吧？那担心他女儿的事情。欸，这个温室做得很棒欸，他旁边都还有那个水源、水渠。
哦，这个没用的侄子。十二岁的生日哦，所以他妈妈也是撑到了这一天呢、啊。哎，他侄子也在，我觉得他侄子也是脸皮也是蛮厚的啦。莉莉，哈，グレンビル家の忠誠に感謝します。ローサ様、グレッグ、なんだよ。怎样？この町を頼んだわよ。メリアと協力して、町の人の声を聞いて、ゆっくりと、ま、よくする。だからローサも一緒に町を見てよ。人不要脸天下无敌，真的有时候就觉得，有时候真的会觉得面子真的 没值几分钱。キャスティ、ローサ、何かを話したそう。嗯，聞き出してあげましょう。什么？是怎样人在弥留之际还可以跟他打听之类的？哈，他才35耶。温特布鲁的领主罹患不治之症，依靠药物勉强维持生命，为了让女儿梅利亚继位成为家主，努力对抗病魔，希望能撑到女儿生日那一天。诶，为什么？这是什么重要的关键字？对哦，他是来找记忆的耶。我这现在完全忘记这件事。私はもう少し生きることができるかしら。あの子の誕生日まで。気を強く持って、ローサ。メリアに後を継がせる。それがあなたの願いでしょ。でもそれは当主としての私の願い。え、私の本当の願いは、あの子の幸せよ。这应该是身为妈妈的心愿吧。本音を言うとね、家督なんて継がなくてもいい。可是他现在这个状况啊，他如果不当家主。他要怎么办？就如果这个领主的地位落在别家身上的话，他女儿要怎么办？一日でも長く生きて、あの子の誕生日を祝ってあげたい。ただそれだけなのよ。ローサ、あなたのおかげよ、キャスティ。いいえ、ローサ。あなたの力よ。メリア。これ、もらってくれる。幸せのブローチ。幸福胸针。哦，他还有帮他准备生日礼物。この家の名にふさわしい
立派な領主になります。だから安心してね。メリアったら、いつの間にそんなに大きくなったの。在中心的仆人都护不了他多久，不当家主更会更难过日子。对啊，因为像这个是领主的屋子嘛，那万一领主落到别人头上，那他们会不会被赶出这个地方？甚至是不准他们再进来这个城镇。お母様のこと本当にありがとう。この薬草園は守っていくわ。町のみんなのために。メリアはもう立派な当主ね。そういえばトルーソーさんはどうしてるかしら。あ、德鲁索谁？欸、B 居然不见了。感觉事情又急转直下。トルーソー或者是一些更糟的事。听起来是一个男的。トルーソーさんのことまだ思い出してなかったの？初めて聞く名前ね。他也没有记在他的小本本上哦。誰なのかしら。以前卡斯蒂带领埃尔药师团造访温特布鲁的时候，遇见了名为德鲁索的青年。听说与梅里亚关系亲近的他，比任何人都善良。听起来青年哦，是多青年小朋友吗？啊，他也是药师哎。トルーソーさん、ユルナ、死んじゃったの。约尔娜又是谁？私、すごく悲しい。僕の妹は天命だったんだ。他声音听起来有点成熟。所以刚刚说的约尔娜是他的妹妹，然后梅利亚也认识。大丈夫だよ、メリア。君のお母さんはきっと良くなる。僕がついてるからね。富士の病だ。駆け出しの僕には、くそ、僕はなんて無力なんだ。感觉是一个比较菜的药师哎。あなたたちは？エール薬師団よ。ローサさんを救いに来ました。一人でも多くに救いの手を。所以接下来是要再去找那个青年吗？思い出した。一人でも多くに救いの手を。それがエール薬師団の信念だった。そしてこの町で出会った
トルーソーという青年は誰？ダメ、思い出せない。何かとても大切な記憶のはずなのに。ダメ、考えているだけでは前へは進めない。進みましょう、記憶を取り戻すために。晚安咯，晚安。嗯，药师的章节稍微悲伤了一点。卡斯蒂来到白雪纷飞的城镇，触及了关于过去的冰山一角，向更多人伸出援手。埃尔药师团的信念使他一步步找回记忆，逐渐复苏的记忆深处，药师发现的事情是。哦，第二章结束。只能说每一个人都能够很公平得到的就是死亡。没有人逃得掉，你不想要也不行。塞の町、そしてウィンターブルーム。医療日誌に記された記憶への道しるべ、それをたどり思い出せたのは、エール薬師団として活動していた時のこと。そして、ああ、あの、あ、这个不好的回忆。重点是他记得那个人是谁，就是那个人还在吗？我靠，吓死我了！玛丽亚，我突然出现呐、啊，而且他的颜色为什么有点淡？现在是七月吗？私、あれから少しずつ思い出したの。我觉得也蛮奇怪的，当初好像是就是这个马雷亚把卡斯蒂放在小船上让他飘过来、啊、然后他自己也过来，那为什么不一起搭船过来就好了？あなたと私は以前にも会っていた。ああ、そうだ、私はあなたと同じエイル薬師団だった。教えてマレイヤ、どうして他人のふりをしたの？还是因为埃尔药师团现在没了吗？ねえ、マレイヤ。私は答えることができない。は？为什么？ヒールリークスの村。希尔里克斯村。ヒールリークス。今の記憶は、そこで、あなたを待つ。不是啊，他把他送到这边，然后他希望达成什么目的啊？看不懂。玛丽亚，靠，又突然消失了，这是见鬼了。エール薬師団はそこにいるの？そこで何があった？ダメ、思い出せない。行かなきゃ、すべてを思い出すために。该不会到最后然后发现玛雷亚其实根本就不在了吧？应该没那么惊悚吧。他之前有跟他一起行动吗？我有点忘记了。但是刚刚真的很像见鬼耶。好吧，那今天就先进行到这里啊。我来看一下接下来
啊，但是我明天休息，但是礼拜五我可能会玩那个贝欧尼塔起源吧。我有稍微看了一下那个试玩版，我觉得不错耶，但是风格就是比较绘本的那一种。下次可能就等到下一次再玩这个的话，应该先神官吧。欸，为什么接下来的等级都差那么多？神官，然后剑士，哇，这样就26级了。我真的要认真的练一下等欸。其他都30几级，有没有搞错？好吧，那今天就到这边啦，大家晚安咯。是说明天公司可能只会有我，所以得早一点去。顾公司，昨天差不多也是只有我啦。晚安晚安，就是自己默默去开门上班，然后再自己默默的下班再关门。好啦，おやすみ。